クワ駅カラカスのリベルタドール、シモンボリバル駅ベネズエラ国鉄近郊列車は、ベネズエラの鉄道路線である。ベネズエラの首都であるカラカス市とミランダ州のクワ首都の間、約 41km を結ぶ短距離旅客鉄道である。ベネズエラ国鉄にあたる国営鉄道独立法人により運営されている。所要時間は片道35分。2006年10月15日開業。 将来は、ベネズエラの中央鉄道システム線の一環となるべく、建設された。営業用の車両はすべて日本の日本車両製造で、製造された電車で、伝送品も同じく日本の東芝のものを搭載する。製造時期により一時車と二時車が存在し、一時車には2000系、二時車には3000型という形式が与えられている。2000型は1992年に、 路線の建設計画と同時に製造契約が結ばれ、2001年に製造が行われた後にベネズエラに到着し、その後は路線が開業するまで車両基地で保管され、2006年の開業と同時に運用を開始した。3000型は乗客の急激な増加に対応するため、2012年に製造契約が結ばれ、2014年から2015年に かけて製造が行われた。2000系、3000系ともに4両13編成が製造され、車体は軽量ステンレス構成。4両のうち、両端の先頭車が床下に、伝送品を持たない付随制御車で、中間の2両が床下に、伝送品を持つ、中間電動車の 2M2T 編成となっている。車両の長さは一両あたり、約二万五千ミリメートルで、片側に、 幅 1600mm の両開きの乗降扉が設けられているほか、現地の安全基準を満たすため、日本国内向けの車両における、平均の約4倍に当たる 200TF の車体圧縮荷重に耐えることが可能。車内は固定式の FRP 製、クロスシートで各座席が向かい合う形で設置されているほか、混雑時に役に立つ握り棒、天井のパネルと窓キスにも、 FRP を用い、近代的で洗練された空間を演出。また、各社内の車端部には製造メーカーの大型プレートが設置されている。東芝製の伝送品は、イベット VVVF 制御を採用し、それを使用して2 4 0ットの誘導電動機を駆動させる仕組みとなっている。営業運転における最高速度は時速1 0 0トルで、 この速さで24パーミルの連続勾配を走行する。制動装置は応答性に優れた電気指令式空気ブレーキで回生ブレーキを併用し、ワンハンドル式のマスターコントローラーで立行とともに操作される。台車は一本リンクの牽引による空気バネ指示のボルスタレス仕様で軽量化及び保守の低減と乗り心地の向上を図っている。起点のリベルタドール。 シモンボリバル駅はカラカス地下鉄3号線のラ・リンコナーダ駅に隣接している。沿線の多くのトンネルの中には長さ6キロメートルを超すものも存在する。1998年に製造開始とする文献も存在する。ありがとうございます。